春武本庄被災復興プロジェクト、これについてね、前回の本庄のブラック探訪動画でちょっとだけ触れたんですけども、このチラシなんですけどね、ドドーンとね、この春武説教所が地震で傾いた様子が書かれてるんですね、というか写真が載ってますね。で、裏側には、唐崎神社とかね、春武説教所のことが書いてあって、これ、どちらも本庄にある物件ですね。で、ここにね、被差別地域と言われますとか言って、わざわざ書いてあるんですね。で、呼びかけてるのが、目標1500万円、田中信行さん。でも、これ見るとね、自治会が呼びかけてるように見えるんだけども、これはちゃんと言っとかないといけない。この田中信行さんっていうのは、部落解放同盟、熊本市、支部長です。で、この春生寺、唐崎神社の代表者の名前書いてあるけども、どうもね、これ本人知らないそうなんですね。で、しかもですね、この春武説教所にはお金出てない。結局保険で修復したっていうから、こっちにはお金出てなくて、一応唐崎神社の修復に使われたっていうことなんで、これ自体がなんかそういう詐欺とかそういうことではないんだけども、でも違和感を感じますよね。当の本人が知らないところでこうやってお金を集めてる。しかも、その前面に出してるこのお寺には全く修復費は出てないっていうのも、相当違和感があるんだけども、田中信行さんについて、母子田の件でもね、関わってる人で、下の概要欄でね、自転車の記事のアドレス貼っときますので、ぜひ見ていただければと思うんだけども、こうやってね、この人が、部落解放同盟の熊本市支部長だっていうとね、また裁判所とか、法務省とか、そのあたり、解放同盟、アウティングだとか、部落出身をこう暴いているみたいな風に言われるかもしれないけども、はっきり言うと、この田中さんっていうのはね、この本庄の人じゃないそうなんですよ。もともと菊池市から移ってきたっていうかな。じゃあそうやってね、部落から部落に渡り歩いてっていうんだったら、じゃあ本当の出身地がどこかなんてそりゃ分かんないですよね。僕違うかもしれないし、裁判所とかに言わせれば、その部落にね、住んだ経歴があれば部落民だっていうことになるのかもしれないけど、それもいい加減な話ですよ。じゃあだったら部落行って地面にタッチすりゃね、部落民になれるんじゃないかって話になっちゃうからね。いい加減な話なんで、それにね、そのことを言っとかないと、やっぱこれ地元の本庄のね、自治会が自治会くるみでこれやってるっていう風にね、思われてしまうから、やっぱりこれは実質的には解放同盟がやってて、こうやってここが被差別地域だとか言って広めてるっていう、そういう風にはちゃんとね、言っとかないとあらぬ誤解を生んでしまうんで、やっぱし行動する上ではこれ呼びかけてるのは実質的には解放同盟の支部長ですよと。しかもその解放同盟の支部長ってもよそから来てて、とてもね、その地元ぐるみっていうんじゃないんですよね。また動画の後編でもやるけども、結局その本庄っていうのはその地域全体がその解放同盟を運動してるってわけでもないしね、童話事業自体にもみんながみんなね、賛成してたっていうわけでもないんです。むしろ今はネタを起こすなっていうところがありますよね。で、実際もう途上もなくなったっていうこともあって、どんどん人が入ってきて新しい家が建ってるような状態なんですね。だからやっぱりあらぬ誤解を生まないためにもちゃんと正確なことを広めていくっていう必要があると思います。これで僕はまた訴えられて言いがかりつけられたら、それはそれで受けて立つしかないでしょうね。やっぱり表現の自由、正しいことを伝えるっていうのが僕は大事だと思うんですよね。それはやっぱこの憲法の精神であるし、民主主義、表現の自由ということだと思うんです。で、そこでその部落をネタにしてですね、相手を黙らせるっていうのは僕はおかしいと思うから、これについて何かしら言われたら、好きなように訴えたらいいですよと、裁判所はまたへりくつこねるだろうけども、僕としてはもう言いたいことは言わせてもらう。それが人権ですからね。ということで今日はね、ちょっとその本庄の部落探訪の補足のお話でした。こんな自動販売機ができている、牛タン伝説っていうぐらいだから、やっぱこれは牛タンを買わないといけないんだろうな。7番買う、これでお金を投入してください。お金を入れます。出てきたね、お釣りが出てきて、これは焼いたのが出てきたと思ったら冷凍が出てきましたね。冷凍牛タンだ。ちなみにこれはかなり前からある湘南クッキーの自動販売機ですね。今日は12番カプチーノを言っとくかな。購入。こうするとぐるぐる回って、
はい、買えますということですね。神奈川県はね、こういうものがあちこちにあります。